リレートークの最後を飾っていただくのは、教職員組合の上島さん、よろしくお願いします。はい、お時間いただきましてありがとうございます。私の方からは、道徳の教科化、これが、決まってしまいました。そして教科書が編纂されようとしています。作る会教科書というのが、歴史の教科書や社会科の教科書を作ってこれまでやってまいりましたけれども、あくまでも学問的な歯止めが多少なりともありました。全くの嘘を完全に書くことはやはり難しい部分があったんです。ところが道徳の教科書はいかがでしょうか。書けば何でも書けます。何でも書けます。どんな教科書が出来上がってくるか、ご想像に、想像するもちょっと恐ろしい感じがします。その教科書を使って子どもたちの内面を評価しようとしています。これはそれは恐ろしいことであります。ぜひですね、この自民党政権の策謀というのは、長期的なレールがあって、それに従って少しずつ子どもたちを侵食しようとしています。ぜひですね、こちらの方にも目を向けていただいて、やはり安倍政権のこの策動に対してはやっていかなくちゃ、倒していかなくてはならないという思いでいっぱいです。皆さんにご訴えしたいと思います。よろしくお願いします。